柳川の南だ。詐欺に騙されてはならぬ。偽警察、偽金融庁編でござりまする。はい、柳川です。もしもし、警察本部捜査第2課の丸井です。警察で振込詐欺グループを摘発したのですが、あなたの銀行口座が不正に利用されていました。心当たりはないですかね？いや、なかよ。そうですか。では、犯人グループが何らかの方法で不正にあなたの口座情報を入手したんでしょうね。私から金融庁に連絡して口座を保護するよう依頼します。後ほど手続きのため金融庁から電話があると思いますので、対応していただいてもよろしいでしょうか？口座から金は抜かれんようにしてくれるっただろ。はい、大丈夫ですよ。あとは金融庁の担当者の指示に従ってください。すんません、よろしゅう頼んます。またしても明かりごとの気配じゃ。間違いござりませぬ。はい、柳川です。あ、もしもし、金融庁のワルタと申します。警察のワルイさんから連絡があったと思いますが、早急に口座のお金を保護する必要があります。取り急ぎ私が口座を凍結しますので、キャッシュカードの口座番号と暗証番号を教えてください。あ、そういうんですか。どこの口座だろうか。銀行と郵便局とがあるとばってん。ああ、どちらの口座も利用されている可能性がありますね。早急に口座を凍結してあなたの預金を保護しないと全額引き出されてしまいますよ。急いで手続きをしましょう。それぞれの口座番号と暗証番号を教えてください。うわ、そりゃ大ごつ。はよなんとかせんな。銀行の口座番号は1、2、3。しばしば取れ。お主、これは計りごとやもしれぬ。この後お主の未来はこうなるのじゃ。来切りも御意。花子殿、貴殿の未来をお見せいたします。もしもし、暗証番号ほにゃららです。それでは後ほど私の部下が新しいキャッシュカードを持っていきます。今持っているキャッシュカードはこちらで処分しますので、部下に渡してもらっていいですか？はい、待っときます。とたばかられ、あれよあれよと100万円詐欺に。しからば、しばし待たれい。柳川の南だ。詐欺に騙されてはならぬ。